こんにちは、カタロです、今日も作っていくんですけども、今日は無限ごま油鍋作っていきます。で、これだいたい1人前の食材の量で、キャベツは半玉で、えのきはだいたい2つぐらいかな。で、豚肉 200g ぐらいと、あとはニンニク、鷹の爪、ネギ、これつゆですね。で、この鍋の出汁のつゆは割合はそちらの画面の方に書いておきますので、そちらの方を参考にしてみてください。それでは早速作っていきましょう。で、キャベツは細長くカットしていきます。こっちの方がピロピロしてキャベツがすごく美味しいですよ。えのきも、適当に手でこうやってほぐしとってください。まあ、ある程度で大丈夫です。で、ニンニクは4つ使います。で、今回は国産のものを使ってるんですけども、まあ、中国産とかの方が香りが強めなので、そっちの方がパンチが出るとは思います。これも適当に粗くみじん切りにしてください。鍋に大さじ4くらいのごま油、3か4だな、3か4このくらい、結構たっぷり入れます。そしたら中火にかけてニンニクを投入します。ご覧のようにふつふつしてきたら弱火にして、このごま油にしっかりとニンニクの香りを移していきます。はい、で、ある程度ニンニクの香りが出てきたら、ここに豚バラ肉を投入します。そして火は中火ですね。中火にかけてこの豚バラをしっかりとこのごま油で揚げ焼きにしていきます。で、ここである程度火が通ったら火を弱めて、一度この豚肉だけ取り出します。そしたら続いてこの中に先ほどカットした野菜を入れて、油をしっかりと絡ませながら焼いていきます。はい、そしてご覧の通り全体がしんなりしてきたら、先ほどの豚バラ肉を元に戻して、そこにお出汁をダバーッと入れていきます。そしたら強火にしてしばらく加熱。いい感じですね。これくらいクタクタになったら、最後の仕上げにたっぷりのネギ、そしてごま、最後に鷹の爪、これで完成です。うまそう。
うん。